これからですね、過ごしやすいようなこの爽やかな天候でも車内温度がどれぐらい上がるかというふうな実証実験を行います。今日陰に車を置いて、それで窓を開けてますので、ほぼ外気温と同じようになっていると思うんです。車内温度が 26.1 度、熱中症指数が22度、ダッシュボードの温度が31度。そこから、日向に出してどれぐらいの時間でどれぐらいの温度が上がるのか、そういったものを見ていきたいと思います。車内温度は 26.1 から 28.6、 ダッシュボードの表面温度は 30.1 から 55.8。 ダッシュボード上に置いたチョコレートは、3分4分ぐらいから溶け始めて、今はもうかなりクタッとしているような状況ですね。スタートから1時間経過しまして、車内温度は 26.1 度から 42.3 度まで上昇しました。でダッシュボード温度は30.1 度から76.6 度、熱中症指数なんですけども、暑さ指数、こちらが33度まで上昇しております。危険レベルというようなことになっております。チョコレートは見た目なんとなくまだ形保っているのかなという感じはするんですが、もうドロドロですね。クレヨンですけれども、こちらも、もう見た通りもう液体ですね。続いてろうそくですけれども、形的には何ともないというか、そういう状況には見えるんですけども、溶け始めてるっていうような状況です。潰れちゃいます、はい、もう柔らかくなって、はい、まずですね、お子さん、乳児、幼児は体温調節が大人よりもできないので、まずは車に子供を残さない、それが大事だと思います。これからもどん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 気温が上がっていきます、はい、そうすると今回の実験のように、それ以上に車内の温度というのが上昇 のスピードが速くなりますので、特に本当にペット、お子さん、の車内での熱中症というのは十分注意していただきたいなと思います。